日は常緑樹の剥がりをやろうと思います。常緑樹にも寒さに強いものと弱いものとあって、弱いものの、代表としてはこういう金図ですね。金図とか、あ、金図じゃない、これ口なしです。口なしとかこういう金図なんかはわりかし寒さに弱いものと言われてます。今回はこういうのは寒さに弱いというのもあって、今の段階での剥がれは特別しないで、ちょっとあったかくなってきてから葉っぱ買っていこうと思ってます。今日やるのは寒さに強いやつですね。例えばこういうあの寒グミですとか、こういう美男カズラなんかは寒さに強いですので、そういうのはもう室入れの段階で剥がり、全剥がりしちゃいます。まずこの寒グミから買っていきます。もう大きいのもちっちゃいのも全部、買ってしまいます。剥がりするのはあのスペースの問題もあるんですけど、すごい葉っぱがいっぱいありますので、割とあの病気とか害虫が発生する発生源にもなりやすいということがあるので、それを予防するためにも剥がりしてしまいます。休眠器はもう室に入れちゃって真っ暗な状態なので、まあ、あの光に当たらなくても大丈夫ですし、こういうふうにこう芽吹きのいいものは春になっても問題なくあの一斉に葉っぱが出てくるので、全部取っちゃうという感じですね。剥がりしなくてもいいんですけど、やっぱ古い葉っぱがあるよりは全部買っちゃって、春から一斉に新しい綺麗な葉っぱを、更新するっていう意味で、も、剥がりする人が多いです。でもまあ絶対やらないといけないってことではないかなと思います。まあ、ついでにちょっとね剪定なんかしちゃっても大丈夫。まあ、春先でもいいんですけど、まあ、今の段階で切れるところはいらない枝とかは切っちゃっても大丈夫ですね。こんな感じになりました。番組、こっちも同じです。これは寒組じゃなくて秋組だとも思うんですけど、これも大丈夫、剥がりできます。チョキチョキと、ちっちゃい葉っぱだけ残しておいてもいいですけど、基本的には全部取っちゃう感じです。私が住んでるところはもう霜がね、もうだいぶ前、何日か前から降りてますんで、もうちょっと早いんですけど室入れしちゃっています。よし、これでいいな。まあちょっと軽く詰めて、枯れ枝とかも切っちゃって、外芽残しでパツパツ切っておきます。よし、OK。次はこの美男カズラ、これはあの姫章の美男カズラなんですけど、あ、こっちか、こっちが姫章かな。普通の美男カズラは結構大きい、後輩用に持ってるこれは葉っぱ大きいんですけど、まあ、ちょっと姫章のやつは、まあ、若干ちっちゃいですね。これも全部剥がりして大丈夫です。まあ、今急いでやらなくてもいいです。あの休眠期の間にやっちゃって大丈夫です。私はせっかちなので、もう室入れするときにあのスペース取っちゃうので葉っぱ取ってしまいます。消毒するときにも、寒中に2回目の消毒とかするときも、これがあの葉っぱが邪魔で、あのしっかり全体的にあの薬がくっつかないので、もうね、剥がりした方が全然楽ですね。弱ってるやつとか、あのちょっと寒さに弱いやつはあの今はやらない方がいいです。室入れ前に葉っぱ取ることで、あの春の、 あの芽の勢いを抑えるっていう効果もあるのかな。まあ、いろいろ多分 あるんだと思うんですけど、受精に応じてあの個人の判断で剥がりしていったらいいんじゃなかろうかと思います。春からはここにあるこう小さい芽があるんですけど、こういうのが動いてきます。こういうのとかこういうのですねが動いてきます。はい、次、
次、これは後でやろう、限りないから、うん、ということで、冬の、常緑樹の、強い常緑樹たちの前剥がりという作業のご紹介でした。すいません。